皆さんこんにちは。はい、レク専任講師の秋元ゆりです。はい、ついに始まりました2020年の合格を目指していきます9ヶ月合格速習コース、そして、1回目のですね、講義前半を始めていきたいと思います。これがもうすでに届いていらっしゃるか、まあ、今後届くかちょっとね、今私はちょっとわからないんですけども、このねレジュメコード番号 SU19665 というものですね。これがいずれ皆様のお手元に届くと思いますので、民法1回目の前半でこれ使ってですね、細かい復習の仕方お伝えしたいと思います。ですから民法1回目の時にですね、これ忘れなくお持ちください。はい、でしっかりねこれ復習をしていただくと。で、あとはですね、私の講義では、まあ大体毎回なんですけども、講義の最後に解くべき過去問の指定をしていきます。ね、合格ゾーンっていうですね、過去問題集がありまして、そちらはですね、基本的にはまあ別売りって形になっています。必要な時に私がですね、買ってくださいというふうに言いますのでね、基本的には全科目、ね、入手していただく必要があります。はい。さて、司法書士試験についてですね、お話はこれぐらいにしておきましょうかね。で、これから講義やっていくんですけれども、講義中はですね、ただ聞いてるだけっていうのはやめてください。手を動かす。ね、どんどんメモ取ってほしいんです。講義中はとにかくですね、私が言ってること少しでも聞き漏らす前ぐらいな気持ちで集中してメモを取っていってくださいね。じゃないと眠くなりますからね。どんなに私が頑張ったってですね、やっぱこうね、座って聞いてるだけってなると、皆さんもお疲れでしょうからね、ついついこう意識が吹っ飛んでいくんですよ。ですから、それは自分で避けるようにしてほしい。ね、手を動かす。これをね、心がけてくださいね。はい。まあ、以前ね、テレビで実験してたんです。それを見てですね、なるほどねって思ったんですけども、どういう実験だったかっていうと、東大生と、それほどね、成績の良くない大学の大学生、その人たちに授業を受けてもらって、その後ですね、それぞれのノートを見せてもらって、比べてみた。みたいなね、そういう実験があったんです。明らかに違ってたらしいんですよね。あんまり成績の良くない大学のね、大学生のノートはどんなんだったかっていうと、まあ、教授がこういうね、黒板使って、キーワードのね、言葉書いていきます。ね、それだけしかノートに移さないんですよ。だから後から見てみるとキーワードしか載ってなくて何言ったのかが思い出せない。でも東大生のノートって違うんです。びっちり書き込みがあって、教授が、ね、黒板に書いたものだけじゃなくて教授が言ったことほとんどメモ取ってあったということなんですね。ですから後々復習しようと思った時に読めば何を、ね、教授が言ったのかが復習できると、そういうノートになっていたということなんです。ね、やっぱこうキーワードしか載ってないと復習の役にも立たないんですよ。頭に全然残らないんですね。ですから皆さんも東大生に習ってね、しっかりノートは取りましょう。ノートというかテキストです。私のね講義ではもう基本的にはテキスト1冊で済むというようにして進めていきますので、書き込みは全部テキストにやっていってください。ただたまにねテキストに書き込めない図表、図みたいなの書いたりもあるので、まあそれ用のね、まあメモ帳とかね、ノートとかは常に持ってきてはもらいたいなと思うんですけど、基本的に勉強はテキストだけです。ね、それ以外に自分でまとめのノートとか作る必要もないです。ね、まとめのノートをまた別に作ると作っただけでみんな満足するんですよ。綺麗なね、カラフルなもの作ってはいおしまいってなっちゃうんです。それって覚えてないし全然頭の中入ってないのでね、作るだけね、時間使っちゃってもったいないんですよ。それよりはテキストにとにかく情報は書き込んでいただいて、もうそれだけ見れば頭の中にね、定着できると、全部知識がまとまってるっていうような状態にしてほしいんですね。ということでですね、とにかくこうメモ取る、ね、で私結構早めに喋るので聞き取れない恐れもあります。なるべくそれがないようにテキストの中には
解説入れてあります。口語体の解説をいっぱい入れているんですよ。それを読んでいただければ講義受けたのと同じなんですよね。どうしてもね、講義のコマ数が少ないもんですから、しゃべりきれない部分とかも多く出ちゃうんです。そんな時には、皆さんには読んどいてくださいねっていうね、機会多くなるんですけど、ただその口語体の解説いっぱい入れてますから、それをとにかく読んでください。ね、そうすれば講義受けたのと一緒になりますから。ね、そこ読み飛ばさない。ね、まあ読んどください。読んどいてくださいだからいいや、みたいにならないで、ちゃんとね、読んでいただければ、ね、講義受けたのと全く一緒です。ちなみに、そのね、解説が入ってるのは全体構造編のレジュメではほとんどないです。民法入ってから、憲法です。憲法入ってから。ね、憲法以降のテキストで、口語体の解説いっぱい入れてありますからね。だからメモ取り切れないっていうこともそんなに多くはないと思います。大体解説に入れてあるんでね。で、仮に、まあ、聞き取れなかったとか、全部メモ取れなかったっていうことがあったら、ウェブで生講義収録しているものを見れば、ね、同じものを見れますので、ね、それを見ていただいて、ね、またメモを取るっていう形を取っていただきたいんです。ただね、ウェブで確かに、講義また見れますけれど、でも皆さんね、講義受けるときにはね、後で収録したものを見ればいいやっていう気持ちを持たないでほしいんです。ね、講義は一回しか聞けないっていう気持ちで臨んでほしいんです。じゃないと講義の時のね、集中力がなくなるんです。ね、甘えが出るんです。また見りゃいいやってなっちゃうから、ね、集中できなくて眠くなるんですよ。ね、それじゃ、せっかくのね、時間もったいないので、一回しか講義は聞けないんだと。そういう気持ちで臨んでいただき、で、聞き取れなかった時の予備用として、ね、ウェブの講義2回目聞いていただきたいんですね。ね。とにかくね、こう集中してもらわないと9ヶ月では受かりません。時間、もうほんと1秒でも大事なんです。ね、初回の講義、ここの質を上げてほしい。ね、集中して、なるべくだったらその時に覚える。ね、そういう工夫をしてほしいんですね。はい。まあそのために、まあ全体構造ではあんまりね、ブランク作ってないですけど、憲法以降からテキストの中にブランクいっぱい作ってますので、講義内で私が書き込みします。ね、その書き込みを写してもらって、で、その場で覚えるっていうことを心がけてください。ね。うん、はい。そうしたらですね、レジュメ戻りましょう。3ページ。横2番いきます。司法書士の仕事と試験科目の関係という部分ね、見ていきましょう。はい。試験科目ね、11科目ありましたね。なんでその科目になっているのかというのを司法書士の業務と結びつけてみたいと思います。では、一番ね、下、まあ、真ん中ら辺なんですけど、図の一番下ですね、憲法のところを見ていきましょう。はい。憲法、これは何でしょうかというと、下の方ね、文章を読みます。憲法というのは国の最高法規です。国の最高法規となっておりまして、すべての法律のベースになります。はい。憲法はですね、国家権力の乱用から国民を守り、国民の人権を保障することが目的です。はい。では、絵に戻っていただいて、憲法の上を見ましょう。憲法に直接つながっているのが会社保障法、民法、刑法ですね。じゃあ、会社保障法の説明を文章で見ていきます。会社保障法は、商売をするときのルールを定めたもの。商売をするときのルールを定めたもの。はい。では、この民法。民法はどういうものかというと、市民相互の関係についてのルールを定めたものですね。市民相互の関係についてのルールを定めたのが民法。じゃあ次、刑法いきます。刑法のね、説明は一番下。犯罪と刑罰について定めたものですね。はい。じゃあ図に戻っていただいて、会社保障法の上、商業登記法というものがありますね。商業登記法はどういうものかというと、文章。会社の情報を社会に知らせる手続きイコール登記について定めたもの。このね、会社法と商業登記法って、ほとんど一科目って言っていいぐらい密接につながってます。だから、まあ皆さんの感覚でもね、一科目って捉えちゃっていいぐらい。会社法と商登法ね、これはもうワンセット
というふうに考えていっちゃっていいです。ってことはですよ、会社法が苦手だったら、ショート法もこけるってことですよ。ね、会社法が苦手だとね、ショート法も取れないんですよね。はい。で、この会社法というのが結構な癖物でして、最初は皆さん苦戦します。ね、なんでこんな覚えること多いわけっていうふうに皆さん苦戦します。ですけれども、ちゃんと過去問とか繰り返し解いていればね、だんだんできるようになりますからね。それに、ショート法、ね、ショート法から攻めるってやり方もあるんですよ。ショート法の方で記述式っていうのがありますよね。で、記述式の練習してると会社法の勉強になるんです。ですから、ショート法の方ね、記述頑張ってるうちに会社法のね、知識が身について会社法が上がるってこともあるんです。ね。ですから、この二つはね、セットで、ね、しっかり勉強していくということで、両方の点数が上がっていくんですね。はい。じゃあ次ね、民法の上につながっているものを見ていきます。民法の上につながっているのは、不動産登記法と供託法と民訴執行保全法ですね。不動産登記法ってどういうものか見ていきましょう。不登法は民法によって発生した不動産に関する権利を社会に知らせる手続きイコール登記について定めたもの。民法で権利が発生するわけですよ。それを社会に知らせる手続きイコール登記について定めたのが不登法。で、供託法ですね。これは供託のルールを定めたもの。で、次、民訴執行保全というのは民法で発生した義務を相手方が果たさない場合に国の力を借りて義務を果たさせる手続きを定めたものになります。はい。で、次に刑法の上。これは特に法律としては乗っかってないですね。はい。まあ、その辺の話また後でしますね。さて、小等法、不等法の上にある部分見ていきます。はい。司法書士はですね、これらの法律に基づき、登記手続きの代理、審査請求手続きの代理、登記申請書等の作成をしていきます。これ、登記書絡みの仕事。で、次、供託法の上。供託手続きの代理、審査請求手続きの代理、供託書き等の作成、ね、供託書絡みの仕事。ね、まあ、そんなに頻度は高くないんですけど、供託の仕事ってのも司法書士はできるんですよ。供託書って聞いたことあります？供託書はね、法務局のことなんですけど、法務局の中に供託部門というのがあるんですね。そこを供託書と言います。供託書にお金預けていくのが供託なんですね。はい。で、供託手続きも司法書士は仕事としてできる。で、次に民訴執行保全法、刑法の上に乗っかってる、訴状等の作成提出、告訴状等の作成提出、簡易裁判所の訴訟代理などなど、裁判所や検察庁絡みの仕事、これも司法書士はできます。はい。で、これら司法書士の業務について定めているのが司法書士法ですね。はい。まあ、このようにですね、業務に直結する法律ばっかり、司法書士試験では科目になっています。ね。つながり分かりましたでしょうかね。11科目ある理由としては、司法書士の業務に直結してるんですね。はい。では、4ページ開いてください。横算法の分類。法の分類のところを見ていきましょう。はい、いろいろなね分類の方法ってあるんですけれども、一部ですねご紹介していきます。星印、公法と司法という分類について、はい、これは試験で出るわけじゃないですよ。国家機関ないし行政機関が関わる領域を規律するものを公法、国民ないし市民相互の関係を規律するものを司法と言います。米印きます。国家機関が一般国民と契約を締結する場合には、司法が適用されるし、また国民相互の関係を公法が規律することもあるため、例えば、労働基準法や独占禁止法など、両者の区別は相対的で流動的です。で、その下、米印。試験科目の中で司法に属するのは、民法、商法、会社法で、それ以外は全て公法に属します。じゃあ次、その下ね、実態法と手続き法、これは覚えてください。立体法と手続き法のね、分類です。じゃあ、エグザンプル。A の時計を B が買った。そういう場面で考えていきますね。A の時計を B が買った。まあ、売買契約を締結したと。
そういう場面なんですが、売買契約を締結すると、それぞれどういうことが言えるのか。売主 A は買い主 B にお金払ってと言える。買い主 B は売主 A に時計を渡してっていうふうに言えるようになります。ね。まあ、要は売買契約が成立すると、こういうことが言えるようになるということね。では、言葉。見ていきますね。点点点点点のね、枠の中見ていきましょう。法律要件とね、法律効果という言葉があります。法律要件というのは一定の事実の発生。法律効果というのは一定の権利の発生、変更、消滅のことを言います。なんて言ってもですね、すぐには頭入ってこないと思うので当てはめしていきますよ。はい。まず、売買契約という事実が発生。ね、これが法律要件にあたります。書きます。法律要件に当たっていく。ね、講義の中で私は書き込みしますからね。その時には皆さんね、写していってください。で、ちなみに、私は口でね、書いてくださいって言うまでは書かないでね。私が書いてって言うまではちゃんと聞いててほしいんです。私がこうペン動かし始めたからと思ってね、動かして、で、耳の中に何も入ってきませんじゃしょうがないので、ね、まずは聞いていただいて、で、その上で写すってね、そういう作業をしてくださいね。私が言ったら書くです。はい。ということで、法律要件で書いてください。売買契約という事実発生。これが法律要件にあたります。で、この法律要件を満たしたことによって、どうなったかっていうと、お金払って、時計渡してっていう権利が発生する。はい。じゃあこれがね、法律効果です。書いてください。お金払って、時計渡してって言える権利が発生する。つまり法律要件になっているものを満たすと法律効果が発生するんです。法律要件を満たしていくと法律効果が発生する。で、売買で言うと売買契約という事実、ね、これを発生させる、ね、それが法律要件で、それを満たすとお金払って時計を渡してって言える権利が発生するという法律効果が生ずるんです、ね、では5ページいきましょう。法律要件を満たすことで法律効果が発生するというような内容を定めている法律のこと。これを書きますね。実体法と言います。はい、書いてください。法律要件を満たすことで法律効果が発生するという内容な、というような内容を定めている。ね、つまりこれこれこういう法律要件を満たせばこれこれこういう法律効果が発生するっていうような内容を定めている法律、これが実体法です。実体法の代表例が民法ね、はい、さっき時計の例挙げましたよね。売買が成立するとこれこれこういう権利が発生するっていうふうに民法定めてるわけですよね。だから民法は実体法なんです。で、次、実体法に定められた権利を実現するための手続きを定めている法律のことを手続き法と言います。民法に定められた権利を実現するための手続きを定めている法律のことを、ね、手続き法というんですが、例えばね、代表例は民事訴訟法です、ね、どういうことかというと説明しますね。4ページまた戻っていただいて、さっきの時計の売買で例を挙げてきますね。売買契約が成立しました。そうすると売主 A は買い主 B にお金払ってっていうふうにね、言える権利を取得するわけです。でも B がね、いつになってもお金を返してくれ、お金払ってくれません。はい。じゃあそんな時どうするか。ね、この売主 A は B のお家行って、ね、無理やり財布奪って、ね、そこから払わせるってことができるんでしょうか。まあそれは無理ですよね、普通に考えたってね。いくら
売買代金債権という権利があったとしても、そんなことやっちゃダメなんですよ。はい。現代社会ではね、こういう言葉があります。余白部分に書いてみましょう。自力救済。自力救済と言います。読み方ね、自力救済。自力救済は禁止されてます。自分で何とかしちゃう、これが自力救済です。自分で何とかしちゃう、これが自力救済なんですけども、近代国家ではですね、この自力救済は禁止されているんですね。例えば自分のバッグを盗まれてしまいました。で、そこにちょっと特徴的なキーホルダーつけていたとしましょうか。で、街の中歩いていたら、そのキーホルダー付きのですね、バッグこうやってね、持ってる人を発見。私のとか言ってですね、蹴り入れてですね、奪い返す。これ自力救済ですね。これできるかっていうと、これはダメです。で、禁止されているんです。はい。それとか、自分のね、大切な家族を殺されてしまいました。ね、犯人憎いです。憎いからといって、その犯人を殺してしまっていいのかと。憎いからといって犯人殺して、これ自力救済ですよね。これも禁止されてます。はい。仮にもし、自分のね、バッグを持ってる人見かけたからといって、無理やりこう奪い返すってやると、これは窃盗とか、まあ、場合によっては強盗っていう風に犯罪になっていくんですよ。で、それに憎き犯人を殺した、これだって殺人になってしまうわけですよね。自力救済は禁止です。もし自分の持ってる権利を、ね実現したいのであれば、ちゃんとね、国の力を借りなきゃいけないんです。ね、ちゃんと国の力を借りて手続きを踏んで、自分の権利を実現しないといけないんですね。うん、はい。じゃあ、この時計の例で言ったらどうなるか。お金払ってくれません。ね、この例で言ったら、訴訟を起こすということになります。ね、確かに、売買代金ね、もらえる権利はあるけれども、自力救済は禁止されてるから、訴訟をというふうに国の力を借りてね、しっかり手順を踏んで回収しなきゃいけないんですよ。はい。で、この訴訟の細かいやり方を定めているのが民事訴訟法ね。民事訴訟法では訴訟のやり方のルールが載ってるんです。はい。民法というね、法律では、これこれこういう要件を満たすと、これこれこういう効果が発生しますと。で、そういう定めいっぱい置いてます。ただ、ね、発生した権利をどうやって具体的に実現するかってところまでは定めてないんです。ね、こういう要件を満たすとこういう効果が発生しますってことまでは定めてるけど、その先がないんですよ。発生した権利をどう実現するか、それが民法には載ってない。で、実際に実現するやり方を定めた法律というのがまた別途必要になってくる。それが手続き法なんですね。はい。よろしいでしょうかね。民法では、売買代金債権が発生するよって書いてある。でも実際それが回収できないっていう時に、ね、訴訟を起こすとなった時に訴訟のやり方は民法では載ってないんです。ですから、民事訴訟法という法律、ね、これを勉強して、それにのっとって訴訟をやっていかなきゃいけないということになります。ね、このように、実態法に定められた権利を実現するための手続きを定めている法律のことを手続き法というふうに呼んでいきます。はい。では、その下行きましょうかね。星印。今度ね、違う分類。民事法と刑事法について。民事法と刑事法についてです。民事法というのは、司法の実態法。民法とか商法などと、その手続き法、民訴、不当法などの訴訟になります。刑事法。刑事法は国家の刑罰権を規律する法の訴訟です。実態法としての刑法、手続き法としての刑事訴訟法などからなってる。じゃあ、司法書士試験の科目の分類見ていきましょう。憲法、司法書士法を除いてます。はい。まず、民事法と刑事法ですね。実態法にあたるのが、民事法では、民法と会社法と商法です。民事
法絡みの実態法は民法と会社保障法なんですね。で、民事法の手続き法にあたるのが民訴、執行、保全、供託、不当法、ショート法ね。はい。で、次、刑事法を見ていきましょうか。刑事法の実態法は刑法です。で、刑事法の手続き法のところを見ていただくと、斜線になってますね。で、格書きで刑事訴訟法って書いてありますね。はい。刑法の手続き法は刑事訴訟法なんですけれど、司法書士試験の科目じゃないんです。だから斜線になってます。はい。司法試験では刑事訴訟法は試験科目です。ね、だってね、もろに弁護士って刑事訴訟の代理やりますからね、刑事訴訟を勉強しないと話にならないんですけど、司法書士というのは刑事訴訟のね、代理検定ないんです。簡易裁判所のね、範囲内だったら民事訴訟はできるんですけど、でもね、刑事訴訟の代理権はありませんから、だからね、犯罪を起こして、ね、そして刑事訴訟にかけられた、ね、容疑者、まあ、被告人って言うんですけど、被告人のね、代理人として裁判をやるっていうのは司法書士ではできないんです。だから刑事訴訟法を学習してもしょうがないよね。ということで試験科目になってません。ただ、ね、手続き法である刑法は試験科目なんですよ。ね、なんでっていうと、やはり司法書士は法律家なんです。法律家である以上、どんな行動をとったら犯罪になるのかっていうのは、一般的な知識として覚えておくべきだよね。ということで、試験科目になってます。あとは、司法書士は、告訴状っていうね、まあ、書類ベースのものは作れるんですよ。そうなってくると、やはり刑法を知らないと作れないですからね。なので、刑法はマイナー科目のとこに入ってます。ね、出題、数は3問。ですから、まあ、だいぶ少ないです。ね、勉強も短時間でね、すればいいです。そんなにね、細かく司法試験レベルで勉強する必要なんか全くないですからね。はい。そしたら、3ページ戻ってください。3ページのね、横2番、このね、図に戻っていきますけれども、今、実態法手続き法の話をしていきましたよね。これで当てはめしていきましょうか。はい。会社法、商法、民法、刑法、ここまでが実態法です。会社法、商法、民法、刑法ですね。ここまでが実態法。で、その上が手続き法です。はい。じゃあちょっとね、ばらしてみていきますよ。会社法、商法は実態法ですよね。その手続きについて定めているのが商業登記法です。実態法が会社法、商法で、商登法が手続き法。で、次に民法という実態法の手続き法に当たるのが、その上につながっている不当法、供託法、民訴執行保全ですね。で、次、刑法。刑法については実態法で、手続き法はここには載ってないですけど、刑事訴訟法が手続き法ということになりますね。はい。さて、これでね、司法書士の仕事と試験科目の関係のページは終了です。はい。それから、5ページのところまでのね、分類の話も終わりになります。で、全体構造編、今やってるわけですが、全部で2回です。ね、2回講義がありまして、その後、生講義では憲法に入っていきます。で、この憲法なんですけれども、例えばですね、あんまりね、仕事が忙しくて時間が取れないというような方であったり、今までね、行政書士とかで憲法を学習したことがあるとか、そういった方についてはですね、まあ、憲法はね、年明けに回しても構いません。それよりも民法の方を優先させていただくというのも一つの選択肢です。ね、カリキュラムの組み方としてね、まあちょっとレック側の事情というのもあるし、皆様が調子とね、勉強の調子が整う前までっていうね、まあそういうこともあって憲法が先に来てるんですけど、ね、憲法今頑張って暗記しても、
すぐ忘れちゃうんです、であるならば憲法を後回しにするっていう選択肢もね、まあ、これもね一つね、考えていいのかなというふうに私は思っておりますので、とにかくですね優先すべきは民法なんですよ。で、申し込みの期間によっては先取りウェブ受講制度というのが使えるようになってます。先取りウェブ受講制度というのが使えるようになってて、去年収録した、ね私の講義、これを一部分ですけども聞けるような、ね制度がありますので、ね、これから民法本論編始まるまで、ね、1ヶ月ぐらい時間あると思います。その間ちょっと暇しちゃうかなと思いますので、その期間はですね先取りウェブ受講制度でなるだけ、ね民法の講義見といてください。で、不登法も一部ですね、先取りできるようになってますのでそこも見ちゃうと。そうすれば本論編に入ってから最初その被ってる部分だけになっちゃいますけど、すんなり入れますのでね。なので、できれば本論編始まる前に先取りウェブ受講制度可能な方はね、使ってください。ただ少し改正もね関わってくる部分もあります。それについてはね新しい情報はこの本論編の生講義の方でですね、ちゃんとお話ししますからね。対話できますので安心してください。